ご来場の皆様、そして配信をご覧の皆様、えー、アーシャを務めます。生田恵理香と申します。えー、本日はあの緊張しているんですが、えー、作品を楽しみにしてくださってる皆様とともに、えー、楽しい時間を過ごせたらと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。緊張感を感じない歌声でございましたけれども。はい。そして衣装もね、はい、もう本当にキラキラ素敵に光ってたんですけど、これも アーーシャのイメージ、はい、といいうかはい、今回衣装を作っていただきましてあのアーシャの着てる服の紫のワンピースでちょっとこうこの辺とかに、うん、あのなんていうんですかうんと。 えっとエスエスエストニックじゃなくてエスニックエスニックはいエスニックね何 <laughs> だろうと思ってストーンかなどいろいろ考えた <laughs> <あ>エスニック、ね、エスニックなこの作品とかアーシャの雰囲気をこの辺に出していただいたりとかうん、うん、すごくあの作品世界をイメージした服を作っていただきました素敵ですねお似合いでございますはい本当にあの出る直前まで。 もう心臓がバクバククしていたんですけどあのやっぱり緊張とか不安とかもちろんあるんですけどでもあのアーシャもきっとそういったこう葛藤とか不安とかを抱えていたのかなって思うとあのなんか踏ん張れましたし歌いながらどんどんこの歌詞だったり楽曲になんかこう励まされるというか背中をこう押されながら歌っている実感が今日は本当に強くありました。うん 私もとってもなんか素敵な曲だなぁと思いながら聴いてましたけれども、はい、この曲、当然ながらまあ重要なシーンで使われていると思うんですけれどもね、はい、どんなシーンなのかちょこのシーンはですねアーサーがあの王国の隠された真実を知ってしまって、えー、それをこうみんなのためにどうにかなんとかしたいというふうに強く願って夜空の星に向かって歌うシーンになってます。でこの 歌うことによってあのこの強く大きな力がスターというあのキャラクターと出会わせてくれるというそういういきっっかけににななる楽曲にもなってますそれでパッと上を見たりとか、はい、ちょっとそのシーンを思わせるようなあとこう願いの玉今日ここにもありますけど、はい、があの結構劇中でも大切なものになってくるので、ええ、なんかそれをこうちょっと浮か,び上げ浮かび上がらせるような、うん、そんなイメージで歌ってました。ええ 素敵でございます皆様、歌に惚れたと思いますけれどもあの実はですね歌声に惚れたのはここにいる皆さん見たもしくは配信をご覧になっている皆さんだけではありません実は生田さんの歌声を聴いたディズニーの,あのアメリカの本社からね大絶賛の声が届いているということで素晴らしい才能を、この曲の中にあるニュアンスを生田さんが汲み取りそして歌声の,、えー、この歌唱の、ね、技術も声も、えー、バランスも素晴らしくアーシャの感情をよく理解してくれていて完璧ですと。 大絶賛だそうですか。いかがですか？歌う前に言われてなくて良かったなと思いました <laughs> し。いや、本当にあのおこがましいぐらい光栄ですね。あのでも本当に何だろう？あの私もこの曲歌ってると特にあ自分ってこういう声が出るんだ。とかあ。 なんかこういう気持ちになるんだとかってこう新しい発見をすごいさせてくれるので私もすごく今回生田さんの新境地ということですけれども、えー、映画のちょっと話ももうちょっとしてみたいなと思うんですけれども、えーね、あの小さい頃からの夢と生田さんも語っていたディズニー声優に初挑戦ということで、はいえー、その気持ちとあと、まあ、オーディションもあったと思うんですがオーディションに、えー、受かって決まった時の気持ちも教えてください。はい いや本当にちっちゃい時からあのディズニーの作品を見たりあの歌を歌ったりとかして育ってきてでいつかこうディズニーの吹き替えをやりたいというのがこう夢だったので決まった時はこうもう本当に嬉しかったですあのあ夢がかなった瞬間だなというふうに思いましたであの100周年ということですごくこうプレッシャーはあ,のあるんですけど レコーディングだとこうモニターを見ながらあのアフレコとか歌を歌ったりとかするんですけどあの本当にこう画面の向こうのキャラクターだったり作品とかにこう引き込んでもらってあの一体化するようなこう感覚になりましてでそういう感覚になってからはすごくこうリラックスして楽しめるようになったんじゃないかなと思ってます。アーシャは 本当にすごくまっすぐで優しくてそしてちょっとこうおちゃめなところもある女の子だなと思います彼女自身が強いとか何かこう特別な能力を持ってるとかっていうわけではなくってこうなんか誰かをこうなんだろう思って突き動かされるその願いの強さが強い大きい子だなというふうに思います。 えー、彼女はすごくこう表情がくるくる変わるんですけど私もこうテンションが上がると結構こうリアクションが大きくなるなんかタイプなのであのアフレコをしている時にあの本当にアーシャと同じように表情筋をこう動かしてみたりとかあの動作を体を一緒に動かしてみたりとかそういうことでこうなんか自分のこうテンションとかあのをリンクさせられたらいいなと思いながら望んでました。 共通点っててどんなととこころろがありますか似,似てるところそうですねうんでもアーシャもやっぱり自分が信じたこととかあのこれがきっと誰かのためになるって思ったら結構もしそれをあの否定されたとしてもあの信じて突き進むところがあるんですけど私も結構あの何かこう心の違和感とか。 なんか違うかなとかこうした方がいいんじゃないかなとかって思うと結構、無視できないタイプであのもちろん自分勝手にはいかないですけどあのそうやって思ってるっていうことを結構周囲に相談したりとかあのそれで、えー、と一緒にこう考えていくみたいなところはあるのでそういったところが共通点かなと思います意思の強さですね。そう ですね、強くきたいなと思ってますす、うんはい、楽しみですね作品を見るのが、あのー、どんな人にこの曲聴いてもらいたいなというふうに思いますかそうですね、あのー、こう何か願いを持ってあの頑張っている方にももちろん聴いてほしいですしなんかうんなんか願ったって叶わないじゃないかとか何かこう諦めそうになってる方々にも是非この楽曲は聴いてほしいなっていうふうに思います。 自分ももそそれでで力をもらったそうですねというところですけれども、うん、さあというところでいろいろとお話を伺っておりますけれどもね、えー、あの本作の公開楽しみにしている、えー、ファンの皆様、えー、たくさんいらっしゃると思うんですけれども一言メッセージ頂戴してもいいですかはい、えー、今日こうしてこう広めイベントで初めてこう生で歌唱させていただいてあいよいよこう公開に。 なんか近づいていってるんだなという実感がすごく高まってきています。あの本当にあの皆さんにあの作品を見ていただきたい気持ちでいっぱいなのでえ、ぜひ一緒に楽しみにしていただけたらなと思っております。え本日はありがとうございます。 大丈夫でしょうか、はい、そしたらさん右の尾を見てください右のこちらのうですねはいスタートゴールって感じですねはいよろしいでしょうかねはい